鶴岡青年会議所のイベントでスマートテロワールのブースも出展してます。こんな感じでスマートテロワールで4品目作ってるものの加工品、大豆、小麦を使ったパン、合算購入で作ってる小麦で作った全粒粉のラーメンとうどん、スマートテロワールで栽培しているトウモロコシで育った豚のベーコン入りのアニュピザです。地元の人でもどんな取り組みかはあんまりわからないところがあるので、こういうイベントをきっかけにこういうパネルなどで取り組みを簡単に紹介しています。終了です。今日のイベントではたくさんの人が来てくれてスマートテロワールの活動を知ってもらういいきっかけになったと思います。今日のイベントではスマートテロワールで栽培している作物の加工品などをいろんな人に食べてもらう機会ができたので、とてもいい機会でした。また他のイベントにも参加してどんどん知ってもらいたいと思います。おー